はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はカルデアサマーアドベンチャーの宝箱の変則クエストですね。まあそれについて結局美味しいのという質問が生放送であったんで解説としていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではもう早速やっていくんですが、今回カリブの街のシュタッカーのところに変則クエストが追加されました。はい、で多分これ以降変則クエスト追加されることがないんで基本ここが最高効率になるかなと思います。で戦利品のドロップとしてはブリトラ霊装とゴッホ霊装、あと炉心矢尻ランサーの素材ですねがあって、宝箱、各種イベント素材がドロップするという形になっております。で今回変則クエストということで、3-1 ランダムという変則クエストになってます。でこのランダム要素のところにシャークパイレーツっていうキャラクターが出てくるんですが、これの数が多ければ多いほどコストパフォーマンスが上がっていくという形になっております。なのでまあ3-1は確定なんですが、その最後のランダム要素ですね、それを1か3なのかによってコストパフォーマンスが変わってくるっていうフリークエスト、変則クエストとなっております。でまあそれを踏まえた上でお話ししていくんですが、まあ宝箱だけ集めようと思った際、ここが一番最高効率となっております。他のクエストですね、まあ普通の3ウェーブ制で3体出てくるフリークエストに関してなんですが、最高6個しかドロップいたしません。ただここの変則クエストに関しては最高8個ですねドロップしてくれるということで、6と8比べた際やっぱ8の方がコストパフォーマンスいいよねという形になるんで、まあやっぱりここ回っといた方がいいかなと思います。で最低ですね、乱数が最低になった際でも他のフリークエストと比べて一緒です。はい、あの増加レースを入れていれば最低で4個、最高で8個ドロップできる。他のフリークエストだった場合、あれここら辺だね、巨大遺跡とかだった場合最低4個の、最大6個みたいな形になってるんで、まあ、やっぱ最大乱数を引き続ければ引き続けるほど、ここの宝箱のフリークエストに関してはコストパフォーマンスがいいという形になってるんで、まあ、正直宝箱だけ集めたいなと思う方に関してはこの変則クエストを脳死で周回する、石割って周回するというのでいいんじゃないかなと思います。で、まあ、ここら辺のイベント素材ですね。素材欲しいな、イベントの交換素材欲しいなと思う方も、ここ回っておけばいいかなと思います。はい。で、まあ、これだけを聞くと、正直、あ、じゃあ変則ずっと回ってればいいや、と思う方いると思うんですが、ここ注意点があります。はい。まあ、何かっていうと、金宝箱、銀宝箱、銅宝箱、各一つに、絞って集めようと思った際、ここの効率は下がります。はい、さっき宝箱最高効率で8個ドロップするよって言っていたんですが、金宝箱だけ銀宝箱だけを見た時に効率がそこまでっていう感じになるんだよね。でこれなんでかっていうと、ドロップが変わるからです。はい、画像ポンと上げているんですが、まず一つ目の画像、金2つの銀が6つということで、銀の宝箱に寄ってるっていう感じかな。で、2つ目の画像、金4つの銀4つということで、まあ金と銀がまんべんなく集まってるよねという形になっています。で3つ目の画像、これ最高効率じゃないんですが、金2つの銅4つということで、まあ急に銅素材のやつが出てきてるといった意味で、金宝箱だけ集めたいなって思ってここを周回したとしても、金の宝箱がドロップしない可能性っていうのが出てきます。はい、そういった意味ではここは最高効率かって言われると、金の宝箱、銀の宝箱、銅の宝箱だけを見た際最高効率じゃなくなるっていうちょっと罠があるんだよね。うん、まあ、あの各宝箱をまんべんなく、まあ、とりあえず集めれるだけ集めたいと思う方に関しては、まあ、ここ回っといた方が、まあ、圧倒的にいいんですが、金の宝箱だけ集めたいと思ってる方に関してはこの変則クエストは正直回らなくていいかなと思っております。はい、でまあ一応ね、各フリークエストのところでまあいろいろあったりするんですが、まあ銅の最高効率的なことを言うと、黙々とか
離れ島とか、ここら辺が最高効率になってて、銀の宝箱に関しては、和風遺跡、そして、どこだったっけな、巨大遺跡だったっけな、でドロップする。で金の宝箱に関しては、海底神殿と海賊たちの海原でよかったっけな、でドロップするという形になっているんで、まあ人に結構ここ人によってこの周回の方法に関しては変わってくるかなと思います。まあ自分みたいに、なんだろう、もうそういうの関係なし、もう全素材集まってくれたらいいやと思う方に関しては脳死で変速ずっと回っていくっていうのがコストパフォーマンスがいいんですが、俺は金宝箱だけ欲しいって思うんだったら、正直海賊たちの海原とか、そこら辺を回った方がコストパフォーマンスはいいかなと思います。はい、なので全ての素材をまんべんなくランダムで集めたい、もうとりあえずもういっぱい集めたいと思う方は変速クエストで、金銀銅各種もうこれだけ集めたいと思ってる方に関しては、違うフリークエストを回っていくという形でいいんじゃないかなと思います。で、まああとはまあ一応ここら辺のイベントの素材ですね、もう見てみるっていうのも大事になるかなと思います。正直、コストパフォーマンス、宝箱のコストパフォーマンスだけで言うと、漂流のところとカリブの、変速じゃない方ですね、で隠された洞窟、この3つが最低倍率です。コストパフォーマンス悪いんで回らない方がいいです。ただそれ以外に関しては正直なところ、まあ、全部ある程度コストパフォーマンスはいいフリークエストとなっているんで、まあ自分的にあドロップとしてどちらかっていうと毒針欲しいな、激鱗欲しいなと思ったら巨大遺跡回るっていうのもありだし、いや別に激鱗に関しては金宝箱は開けて集めるわと思っている方に関しては、こっち側の海原ですね、海賊たちの方回るっていうやり方でもありだったりするんで、まあそこら辺は人それぞれによって変わっていくかなと思います。ということで、まあ生放送であった質問はそういう感じですね。まあけど自分に関しては正直、まあ各素材ランダムでまんべんなく集めたいなと思ってるんで、基本まあこの変速クエストを脳死で周回しておくかなっていう感じかな。で一応ここなんですが、ブリトラさんの霊装ですね、トツブリトラがあった際比較的に楽に、周回できるフリークエストとなっているんで、基本このオーシャンフライヤーに関してはトツ作っといた方がいいかなと思います。トツ使って周回しといた方がいいね。で、あ、そうだ、注意点なんですが、このゴッホちゃん霊装ですね、ゴッホちゃん霊装に関してはトツを2枚入れておけば OK です。はい、あのトツ2枚以上積んだとしても効率良くならないんで、そこだけ注意してください。なんか霊装ガン積みにするかっつってトツのゴッホちゃん霊装5枚積もうが、トツ2枚とあんまり変わらないというか、まあ基本変わらない 100% 以上にはならないというのがあったりするんで、基本そこは抑えてやっていけばいいんじゃないかなと思います。でまあ自分のパーティー編成は一応今こんな感じですね。はい、トモエさんでバーンってぶん殴って2ウェーブ目星出しして、沖田オルタの水切れクリティカルでぶっ飛ばして、あとは特攻霊装の沖田ちゃんがバーンってやってくれるっていう編成です。はい、まあ結構脳死のパーティー編成ですね。で一応沖田ちゃんに関しては、水着沖田オルタですねに関しては、特攻霊装をつけておくと最終ウェーブ宝具1でもワンパンしてくれるんで結構おすすめです。はい、で一応ね、自分あとね1足りないんだけど、まあレベルは上げておきました。はい、ということで以上、今回ここで終わりにしようかなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.